入社して8年目ずっと営業のスタイルでやってる。営業っていうのは今日は何か言いたい。まずは売り上げを立てる。そして社会に不満があれば敬語を制止して中指立てる。たまには上司を立てる。確かに営業上司を立てる。そして声張り叫ぶ営業。俺も昔はやってたけど才能なさすぎてやめたよ。営業マジ難しい。そうやってどんどんと言葉吐くことはマジで難しい。いやでもそれが苦手だったからここまで来た。俺はマーケティング、そのまま商品を激しく売る。いや昔難しいとか知らねえよ。俺ずっとやってんだよそれは。途中でやめるとかねえだろ。ハンドルなんかいらないんだよ。飽きてるだけあればいいんだよ。それ間違いないの。めちゃくちゃかっこいいから俺から言うことなんもねえだろ。いやでもそれで言ったらもうちょい上がるんだろ。わかんないよ俺も何言えばいいかもうわかんないよ。全然ない態度、俺たちの態度、ビートにライト、社会に反抗していくことはないよ。なんで難しいの。お前どうすればいいってな。どうすればいいかって俺が大事にしてることだけとりあえず言わせてくれよ。仕事とかプライベートとかそんなクソくらいやろ。講師は本当は週末上司と上司どうよっていうぐらいやってた。今日は俺のさ課長も部長も全員来てんだよ。何講師今度何上司のネタ来て仕込んだぐらいの通りだろ。いやでもなんかよくわかんねえよ。それも確かにいいと思うよ。俺一人仕事なんもない。上司と休日遊ぶのちょっと嫌だけどそれで考えてたら別にいいだろ。でも講師今度はしかなんかちょっと最後バンド名みたいなこと言ってちょっとダサいよ。終了。